早速今日戻っていきたいんですけども、はい、皆さんこんにちは、トミー・スタークです。アイアマの中身は僕です。もうずっとね、着替えてから行ってるんです。ずっといやもうめちゃめちゃトニー・スタークでしょ。もう今からね、あのアベンジャーズの会合があるんでちょっと向かっていきたいと思うんですけども。確かにアベンジャーズだよ、すごい人しかいないから。そうだね。まあなんかちょっとですね、レペゼン地球の DJ 社長がですね、はい、ちょっとなんかバンビに会いたいみたいな、うん、なんかちょっと呼び出してるらしいんですよ。皆さんご存知だと思うんですけども、はい、ちょっとレペゼン地球とバンユーっていうのはやっぱその犬猿の仲というか、ちょっとバチバチなわけですよ。まあバチバチではないまあちょっとなんかジャンルが違うよね。そうなんですよ、まあ、僕らはやっぱ子供向け番組というか、まあ、NHK でやらせてもらってるんですけども、まあ、レペゼン地球さんっていうのはやっぱりその結構過激だったりするんで、大人向けですね。そう、大人向け、はい、あの死者誤入であだビデオ縮めて AV って言うんですけども、まあ、それぐらいやっぱその対局にいるわけですよ。でその DJ 社長がね、なんかちょっとなんか今日パーティーかなんか会合っていうか、なんかちょっと怪しい密会みたいのをやるらしくて、うん、それに呼び出し食らってるんで、なんかわざわざこのちょっとスーツみたいな、ユンちゃんもおしゃれして、そうドレスコードなんで、そうそうそう、まあ、ちょっと本当にいざ会ったらね、マジどうなるか分かんないって、もう本当いざとなったら本当拳で。やり合うことになると思う。いや、ほんとわかんないのよ。だからなぜ DJ 社長が接点なかったのに僕に会いたいって言ってきたのか。そうこれ結構不可解なことがいろいろありまして。なんでいかにも自分が誘われたみたいに言ってんだよ僕はあのゆんちゃんが誘われてあの、はい、ついていくだけなんです。そうそうそう。いや、でも違うんですよ。ゆんちゃん誘われるじゃないですか、うん、そしたら DJ 社長がバンビにもちょっと会いたいみたいな。そうね、らしいでしょ。バンビも連れてこいよみたいな。そうそうそうということで、まあ本当現場で何が起こるかわかんないですけども、ちょっと実際に行ってみて、レペゼン地球の怪しいパーティーというか密会、うん、そちらをねちょっとあの暴いていきたいと思います。はい、ということで早速、そちらの会場に向かっていきたいと思います。ってことで早速やっていこう。はい、ということで目的に到着いたしました。はい、ゴリゴリの歌舞伎町ど真ん中でございます。ということで、あの今回の会場なんですけども、はい、こちらこの怪しい地下室でね行われるらしいですよ。ほらもう怪しいでしょ。もうなんかだってピカピカ光ってるもん。やべ、もう夜の匂いするもん。すげえ。大丈夫かな、入ってアベイじゃないかな。いやでももう呼び出し食らったから行くしかないんじゃない。だから陰キャ出ちゃうよ、陰キャシュンってなっちゃうから。いやもう、ま、全員バチバチで行くから、マジで。俺今日だってバンビじゃなくてトニー・スタークだから完全にアイアンマン来てそうでしょ。俺も早速行きましょう、潜入しましょう。普段はねクラブとして使われてるらしいですね。ここクラブなんですか。クラブらしいですよ。ユンちゃんクラブとか行ったことあんの。行ったことない。これやばいんじゃない。初じゃん。初。初。うわめちゃめちゃ怪しいですね。もうあ怪しいマークがなんかあります。なんだあれ。すごいほら、すごいめちゃめちゃみんなイケイケやん。めちゃめちゃポスター貼ってあるけど、あ鼻に同じコンプレックスを持つ花ニンニク社長と花ジャッキーチェーンです。すごい、なになにこれ、なんのこれ、フリーメイソンでしょ。あ本物だ。本物の花ニンニクだ。黙れ、止めろ。初対面の初対面、初対面です。呼べ。ビビ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 になっちゃう。あ、どうもおはようございます。これなん、怪しい。あ、そそうや。社長、あのしてました。あ、そうそう、撮ったんですよ。そうちょっとさ、せっかくなんでなんか PR してもらって、うん、合法のいや、脱法です。脱法アウトじゃないですか。そうそう、はい、バリバリアウト。これ一度飲んだらもう二度と今の生活には戻れない。やめられないやつ。膝から崩れ落ちる一気でも飲んだら泡吹いてもダメじゃないですか。ガクガクよ、飲みよ。あ、いいっすか。そう、俺がこうやったらまたパワハラだとか言われるけどさあ、こちら落ちた。おい、大丈夫か。普段お酒飲みよ。僕はちょいちょい飲みますか。そうなの。誘っていい。あ、もうぜひ。俺らの飲み会に来たプライベートの一番には断っていいですか。飲み箱で全裸で見つかる可能性ある。まあそんな酒飲みまくった俺らが勧めるシャンパンで。なるほど。そう、これもうほんと DJ 社長が作ったと。いや、作ってもない。いや、作ってプロデュースしない。ブドウから育てた。あ、そう、ブドウから育てた。すごい優しい社長農園。これはだからあの DJ 社長が開催する怪しいパーティーに潜入っていうのは。ああいいよ。この奥どうなの。この奥行ったらもうやばい。もう全員膝もう多分あの服着てる人の方が少ない。マジっすか。そんなやばい。そうそう、ゆんちゃん大丈夫それ。ゆんも脱ぎ出すかもしれない。
脱ぐなってもうじゃろ脱ぐなってもうじゃない使えギリギリ使えないですいやこれちょっと、まあ、流すか流さないかじゃあちょっと編集で決めますねああそうやね編集で割れたこと全部カットして全部P であ全部 P でああ全部 P じゃあいきます行きましょうなんか怪しいもん、ね、いやもう怪しすぎるでしょこれはすごいもうパリピあパリピがいっぱいいるどうしよう俺らの場違いかんよどうしたらいいの俺らの場違いかいや一人あるおおすごい効果え食べていいのうん今来たあーおーバイチャンネルバイチャンネルだよおいバイ見てるか目の前おい見てるか今日待ち合わせしていく予定だったのに裏切ったいや女とバビおるからいいかなって思っためちゃめちゃ楽しみにしてたからね、ゆんちゃんほのかさんと行くの楽しみにしてたのにって俺の存在忘れられたからね、完全にそう、あれバンビ君も行くのみたいな俺と行くのみたいなふざけんじゃないよ食べて俺らが用意したから俺らが用意したからでもよかった、ほのかさんに会ったからそうね安心もう今日のミッション達成したからもう帰るかそうねこうやんといてワイヤーのこといじってるっすわ俺らの悪口言ってたからもう最近 GPS とか見てますか見てますか女の子のマネージャーのミドくんが言ってますでも俺らの悪口言ってましたでも女プロどうした俺いや有名人いっぱいいるね今日すごいねみんな企画違いますよライバルどころじゃないよ俺はもう一番よりジャスミンで炎上商法で売れたジャスミンかわいいかわいいちょっとアラジンは今日いないですかアラジンじゃあ今日アラジン役ですか今日はそうなんですよおいちょっとくっつくなくっつくな SPSP
やばいらしいんで僕らは帰ります。そう、パリピには近づいていけないし、はい、明日も早いんで、はい、ということで、やっぱり DJ 社長があの事件に関わってたんだと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。なんだかんだレペデン地球の皆さん優しかったなって思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、誘ってくれた皆さんありがとうございます。ということでまた会いましょう。またな。出たらね、出た瞬間に視聴者さんに声かけてもらったんですけど、暗めてたんですか？言われた言われた、気まずかった。